終わりました。寒い、寒すぎる、寒すぎて、寒すぎて無理。ラブユー、本当にありがとう。ラブユー、おはよう。ラブユー、ラブユー、ラブアース、ありがとう。ちょちょっとサイン会もしかんだ。嬉しいのよちゃん、ありがとう。うわ、この梅たちが潰れている。練り梅たちがさ、見て潰れてる、最悪。うん、めっちゃ最悪。ティッシュ欲しい。ありがとうくまちゃん、マシカンダ、ありがとう。握手しよう、みんな握手しようね。楽しみ、握手できる時がめちゃめちゃ楽しみにしてます。私くま、ありがとう。みんなマシカンダ、ありがとう。ありがとうね、くまちゃん。くまちゃん、ありがとうね。うん。握手とツーショット。サイン会申し込んだ。皆さん、楽しみましょう。一緒に楽しみましょう。練り梅がマジで練りってた。ティッシュをちょっと、ティッシュ、今日私お昼何食べたかもう覚えてないな。何食べたんだろう。あ、あれか、肉ごぼう、肉ごぼうとハンバーグとサラダかを食べましたね。ということでアイス食べちゃおうかな。うんうんうん、楽しみ。寒くなってきたわ、長袖着よう。ありがとう。リキンガザ開講してありがとう。しませんしません。今日からやったんですね。何か選抜のやつかな。リキンガザくまちゃん、ありがとう。みんなありがとう。くまちゃん、いきな握力強いって聞いたじゃん。握力はまあわかんない、どうなんだろう。強い方かな、どちらかといえば。ひろちゃん、さくまちゃん、ありがとう。いてきかず、ありがとう。めちゃ晩ご飯、晩ご飯ではない。まかちさん、くまちゃん、ありがとう。どうします、アルバイト比べてなんかお得、お買い得い感じしまう。うん、確かにね、めっちゃお買い得い感じる私も。ねんたい、さくまちゃん、ありがとう。もうご飯しない、あるって言ってたじゃん。ラビューって名前で愛してる、ありがとう。結婚してありがとう。しませんけどね、結婚などしませんよ。名前で連絡してありがとう。
握手会申し込みね。握手会申し込み、あ、今日からか。チュッチュッチュー、竹松さん、くまちゃんありがとう、玉井さんありがとう、リオボした、こんばんは、ラビュー、呼ばれてますか、知りません。今日も京都でレッスンでした。あ、違います、メールを忘れないように。はるき、もうさ、最近さ、ほんまにさ、やばいよね。何にやばいって言ったんだ今、響き、ちょっと分かんなかったわ。実行さんにもしてありがとう。今日って今日火曜日か、今日火曜日なんだ。なんかもうマジで何曜日か分からんかった。さよならってる嬉しい。うわ、ほんと髪型で雰囲気あります。うん、変わるよね。今日は一日これでした、一日これでした。つってる、写真がないんだよね。全然写真ないよ、写真がなくてね。ちょっと、あ、これを送ろうと。今日も一応お疲れ様、髪の毛ツヤツヤ嬉しい。今日思った自分でね、今日、あ、髪の毛ツヤツヤやわと思って。自分で髪の毛がツヤツヤだなと思いました。今日のアイスは、アイス食べましたよ。お家に帰ってきてから食べてないんだよね。チョコバッキーは今日は食べてない。チョコバッキーはちょっともう、そろそろ飽きてきたな。チョコチョコしすぎてね。コロサくんめっちゃありがとう。チキ応募しました。あ、ありがとう。更新なのに忘れ。アルコール。2本も飲んでしまった。わっ、いいよ、350ぐらいなら大丈夫じゃないですか。いや、わかんないですけど大丈夫そう。なんか、ご安全に。ワンカーちゃんありがとう。危ない危ない、難しい難しいよ。そう、難しいですよ。あー、違う違う、オッケー。あから、ありがとう、ごわちゃん、くまちゃんありがとう。ご安全に書いてもらうと周りと気持ち悪くなる使い方していいでしょうか。あ、その時に言ってくれたら、その時に言ってくれたらいいですけど、漢字が分かんないからないべき、感じがわかんないから。
品言ってくれたら書ける気がします。福太郎さんかわいい、ありがとう。3日ぶりに家に帰ってこられた、お疲れ様。鳥さん、決めるって何？キューヌルンって何？わかんない。響きがなんか不意にキムルルンって言い出しちゃって、何だったかな、なんでだろう、わかんないっすね。言った、素敵。アンキーさん、くまちゃん、ありがとう。チュ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 、解明テテテレテテレテチャテテテレ、カンバーレスナーがサッチの旦那さん、クマちゃんありがとう。私みーさんとありがとう。道端に咲いてる花を見ていて思った、返しての返事あったかしら。結婚しての返事はもらった気がする、しませんってありがとう、しません。眉毛が家で、眉毛家でしてないでしょ、どう考えても。鍋に生姜を入れると、カラーポカポカになる、テレビね、なるよね、生姜をポカポカに。こっちの方が明るいわ、なんで今俺こっちに線が当たっちゃう。さっさくまちゃんありがとう。この感じはくまちゃんありがとう。してるやっぱりハマの感じが難しいと。そう、難しいよハマの感じはね、だからみんな正解してくれない。がね、響きのファンの人がたくさん来てくれてたら、あのあれした正解した可能性もありますけど、数ヶ月ぶりにお酒飲んで酔っ払ってますか。あらまあ、酔っ払っているのいいことじゃん、久しぶりだったら。しんいちさん、くまちゃんありがとう。ご司会申し込みました、劇場してくれゆくちゃん嬉しい、ありがとう、ありがとうね、みんな申し込んでくれて。さあどれくらい来た、でもそんなにだよ、30分だからね、そんなにかな、20人いったかいないかぐらいじゃないですかね、覚えてないですけど、そんぐらいだと思いますね。じゃあ握手会の通常と申し込みしたよ、お、ありがとうレディーカーリーヒーシャーコーベットエネジャムにお申し込みありがとう。アムレンビいくら言うなんですか、いや勘違うし。ひいちゃんくまちゃんありがとう。しあなさくまちゃんありがとう。なんかカラオケしたいんよな、なんかカラオケしたいんですけど、うわ今週送ったっけな、頭がズキズキする、やばい。ズッキズッキしてる、ズッキズッキしてる、めっちゃズッキズッキしてる、やばやば、びっくりするぐらいズッキズッキ、やばい、ズキズキしてる、助けて、奥にくまちゃん、ありがとう。やばい、めっちゃズキズキした、めっちゃズキズキするんけど、助けて。
久々に頭のガン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 痛いやつが来ましたね。くまちゃんありがとう、ニコありがとう、シオンさんくまちゃんありがとう、グリーンありがとう、グリーンくんちゃん雨の引きだからいつも書くからな、漢字でも書けるようになって、さっきあったありがとう、ジュースサイン申し込んでありがとう、コロカちゃん嬉しい、ありがとう。あ、ご主家でおすすめの日ありますか。全ておすすめです。私は全ておすすめです。全部来てください、全部来てくださいって感じですかね。草人先輩、アイスは食べたんだよ、アイスは食べた、メールに送ったよ、メールに送ったので見てください、もうちょっとで来ると。まああんまりメールでね送ったことをねショールームであんまり言わないことに。家にいて行かないよ、特にたくさん来てほしい人がある。全部この日にっていうのはないんですけど、全部ですかね、響き的には。響き的にこの日全部です。たくさん全部来てほしい。全部来てほしい。わがまま女。エアー握手会、エアー握手会は見せません。エアーサイン会見せましたけど、エアー握手会は見せません。私もね、握手会の感じがわかんないから分かんない、どんなだろうね。言ってるかもしれない、こうやってこうしてるかもしれない、こうやってうわーありがとうってこうやってあーってまさくまちゃんありがとう、きくちゃん愛してるありがとう、あれ無事かい、無事かまして大丈夫かお願いします、お願いします。リーダーラさくまちゃんありがとう、くまちゃんしょうなさんラブリターありがとう、ありがとう、たくさん全部来て、全部来て、スノーディー、そうでしょ、そう、全部たくさん来てほしい。わかりました、嬉しい、わかる以外は行くね、嬉しい、待っているね、全部浮気してクマゲットしていきましょう、うわ、どういうことですか。ありがとうございます。だけど土砂降りは気をつけて、今日も確かに今日雨降ってた。ヤンシゲクさん結婚してありがとう、ありがとう、しませんけど、パーサーくまちゃんありがとう、握りつぶされると子猫に、そうこうやってこうやってこうやってギューってするかもしれん、ギューってギュー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 、いろんな触り方する。パーサーくまちゃんありがとう、ちなみにパーサーくまちゃんありがとう、タクの手を子猫に回すのか、そう期待、いや期待しないでください別に。こうやってこうしてるかもしれん。手術委員会は時間が限定、どういうこと、時間が限定、そうなの、やばい首鳴らした今、やってみきの手は臭まって聞きました、そうですよ。昨日それ話してた、なんか私握手もずーしょサインも持ち込まして、待ってるね、嬉しいな、ほんといつ行っても可愛い兄ちゃんに会えるんだから、全部おすすめも断トツ、そうでしょ、そうだよ、響きに会えるなんてさ、全部行った方がお得だよ。響きに会いたいんだったら全部来るべきだよ。おとぴょん結婚してありがとう、ありがとう、しないけど、だってさお話し会もさ日が全部空いてるじゃないですか、絶対的に毎回同じ響きなんて見れないし、毎回絶対ちょっと似たような感じでも毎回違うと思うから、絶対来た方がいい、毎日毎日違う響きだから絶対来るべきだよ、そうだよ、絶対全部来るべきって思う響きは、来れるんだったら、来れるんだったら絶対来るべきだと思う。まあいつ会えなくなるか分かんないですからね、
そうですよ、そうですよ、いつやるかなんてね、わかんないですから。あの時言っとけばよかったって後悔とか、しないように全部言った方がいいと思います、確実に。私は全部来てほしいタイプの人なんで、はい、私はそういう後悔がね一番嫌なので、私は絶対全部来るのがいいと思います。はい、私はそういうタイプです。何でもかんでも私後悔することが多いので、そうだから何でもかんでもね後悔するんですよ私って。バズかわいい、ありがとう、いっちゃんあんたありがとう、ラブラブちょっとありがとう、カラオケにキラボシのゲットクムが少し、ああ確かにもらえるね、世界ギュギュしてね、いいよ、えいちゃんなんてその時聞いたんて、そうひゅな暑かった、そう口書いて確率開けます、そうよ、いい音した、ほんとそれからだからヘルパーでグリをぶつけられそうでぶつかりされそう、ブイヨンとさくまちゃんありがとう、シュンさくまちゃんありがとう、グリンくまちゃんありがとう、じゃあ握手の時浮気したらピシッてされたい、確かにいいじゃんなそれね、叩いてって言ったら叩くよ、グリンくまちゃんありがとう、とくでくまちゃんパパありがとう、ユウさくまちゃんありがとう、ピョンさんありがとう、じゃあ全部いかないとブラル、どうだろうね、その人にやるんじゃない、でも結構ね結構顔で覚えてるので、でも時々顔と名前が一致しない時があるので、まあ絶対的に名札とか名前をぶら下げてきてくれたら覚えやすいですかね、1回で覚える人もいれば3回来て覚える人もいるし、人によります、めっちゃ人によりますね、その覚える覚えないはその時の響きの記憶力にもよるね、チッチー大丈夫いっから待ってる、生まれんパパ結婚してありがとう、しません、あ、丸じゃないパスです、生まれんパパあげありがとう、お願いします、追加してみる、追加してね、トーピャンありがとう、あんまり何だろう変わってない、ね、じゃあこんばんひーちゃん行こうと思うけどひーちゃんみたいな、ね、私だったら私人気メンバーじゃないですよ全然来てくださいね、あったかですのでぜひぜひ、好きなメンバーちゃんとの試食イベに笑顔止まらん、笑顔止まらんでいいよ、席あ掘り当ててどこでもドアがあれば、いやほんまにほんまにね、わかる、どこでもドアがあればな、うん、ほんまにそれな、あたぴゃコボありがとう、私はすぐ完売するかも、完売してください、完売してください皆さん、私と握手ができるんですよ今日はなんかポジティブやん響き、私と握手ができるんですよ皆さん、しなくてどうするんですかみたいなねピュー、自分しないでね、しませんけど、なめなめじゅつざくまちゃんありがとう、お幸せの時にお世ですよ、ほんまにそうだよ、今回だらけの推し活だらけです、そうです、そういうのがないように全部全部来るっていうか、まあ、自分が後悔しないぐらい推し活をするんですよ、じゃあの推し活全参加かまあ全参加は強制しませんけど、ぜひぜひ無理なく無理なく楽しい楽しめるぐらいにぐらいに来てくれたら嬉しいなと思いますよ、まあ一回やるだけでも私は嬉しいですよ、でもっと会えたら嬉しいっていうだけで、君は何を後悔するのか、今来た道何度も追い向いて、わぁそんなってルパさんあたりがとう、ラビュールパさんありがとう、ごともそうだろうけど、特にアイドルは明日の保険なんてない、そうだよアイドルっていうかみんな明日の保険なんてないんですから、そうみんな人類みんな明日の保険なんてないので、後悔のないように生きてください、ワンさんありがとう、ビヨンとさくまちゃんありがとう、ありがとう、口からカメラ押しててよろしくお願いします、いや絶対押して広島の口から5月18の2日間行く、待っている
5月なんだもんね、まだ遅いな。早く握手したいんだけど。でも2月だよね、一番早くて。遅い2月とかグニーありがとう。マフラー作って初めての男。あ、そうなんだ。自分マフラーつけていこうかな。行こうか、みんなマフラーつけて。まあわかるけどね、大体わかるけど。まだまだ足目ちび狩りメガネ特徴あるのですぐ覚えれると思います。どうだろうどうだろうか。ひびき毎回思うことは、何を覚えるかな。何で覚えるだろうなんだろう、あんまりいないタイプの人とかは覚えやすいですね。なんだろう、ファンの人って時々さ似たような服をしてたりとか、あの似たようなちょっと似てるなっていう人も時々いるんですよ。ひびきのファンの人はあんま似てる人いないですけど、そうので、あれって思う時もあるんですけど、とかちょっと頭働いてない時はちょっと覚えてなかったりしますね。で後からあーってなる人がいたりとか、とか、なんだろう、なんかその時に言ってくれたこととかがなんかすごい残ってたりとかしたら、結構残ってたりとか。どうだろうね。でもね、まあさすがに3、そう、なんだろう、何回もループしてくれた人とかめっちゃ覚えてますね。そのお話し会の日、お話し会の時にループしてくれた人とかは結構頭に残りやすいかったりしましたね、最初の頃とか。なんか一番好きですって言ってるとかがいたらつねぎましょう。あ、確かに、それはそう。アピール系は何なんから何復活の分かり目で申し込みました。楽しみです、楽しみにしてます。ありがとう。ほねさん、ブシテプじゃないね。ひーちゃんの手汗がもらえるんですよ。そうですよ、まあ手汗がもらえるか分かんないですけど、はあ、マジで待ち構えてた。マジで熱は神戸の近くに神戸空港あるから、当日は飛行機で会場行けるかもしれない。絶対来て。猫くまちゃんありがとう。じゃあこんばんは、こんばんは。こみさくまちゃんありがとう。グリーンくまちゃんありがとう。ひーちゃん速報で3期全員申し込み完了しました。素敵じゃないか。今回のようにひーちゃんたくさん来ます。そうだよ、来てください。今から申し込んできます。申し込んできてください。しゅなさくまちゃんありがとう。今回のないに結婚してしません。羽原響きしませんしません。県外で時間かかるし、新幹線も飛行機も乗り物で1時間以上かかる。うわ大変だ。じゃあ2025年、どうも清さん来てお話が全員達成。素敵じゃないですか。まさってありがとう。1月は握手会も話し会もないんで。ああ確かにね、ないだね。まあシングルが始まるあれだしね。確かにないね。チュ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 。あれさ、結婚してありがとう。逆になんで覚えててくれたんだろうか、わかん。でもオープニングは多分めっちゃ最初にもう楽しいですって言ってきたっけ。なんかね、言葉とかなんか見た感じが今まで響きのファンの人の中にいなくて、オープニングっぽい人がで、なんか楽しいですみたいなことを言われてめっちゃ覚えた気がします。一回覚えたもん。マネさんありがとう。く結婚して、うちのないファン特徴ありすぎるって私いないタイプ、つらまさんいないタイプからな。よさきおじです。よさきおじなんですかおもろい。量産系を量産系型量産型
量産型、量産型って自分で言っちゃうのおもろいんだけど。ちょっとごはんだけ席下げて、なるるしてる。ね、やっぱ結構ね、ありがたいよね。そのこう何かぶら下げてたり、毎回こ同じような服を着てるとか、結構わかりやすかったりとか、もうひーちゃん強烈に好きですみたいな人とか結構覚えやすいです。いないやねと思ったらディリーになった。確かにそれはあるかもね。ループ確定ですね。昼下もあります。お会いしてください。なぜかな、確かにループ写真まとめ出ししようと思ってます。うん、全然いいよ、お願いします。ビキはどっちでも OK の人です。でもまあループしない初見の、うん、どうかな、どうだろうね。一人長く話せる人、長くこうさ、こう一気に喋れるとさ、話す時間がこう長く取れるからさ、話が途切れなくていいっていうのあるよね。ビューヒーの若いとタルト個性なしですが、個性ありまくりだろ。もうルブ的にきっと混雑してね。そうかな、不敵に何歳代のファンが多い。え、わかんない、何歳代のファンが多いんだろう。ひゆきも自分で分かりたいですね。私もわかんないです。ここでアンケートでもしますか。ひゆきのファンって何歳が多いですかって。若さありがとう、ひいちゃんとか雨、うん、今雨強くない。それさありがとう。ひゆきの握力はいくつですか。握力ホケラジ測ったけど忘れちゃった。あんまさ結婚してありがとう、ありがとう。しないけどリリーはまだかな。あ、よかんない、リリースしたらじゃない。おみのさくまちゃんありがとう。僕らのおくらさなぴゅー、おみのさんありがとう。したいけど頑張りすると時間がなくてできない。あ、そうなんだ。ネームキュース買った。ビブス買ってくれた、ありがとう、ありがとね。ぜひ皆さん、あのネームビブス買った方、ぜひ響きのビブス着てる人いたら、よく一緒に写真撮って仲良くなってください。ファン同士で仲良くなってくれるのめっちゃ嬉しいから、嬉しい。覚えてくれてありがとね。こちらこそだよ。福岡行ってた、福岡いいな。ひーちゃん行列で好きです。私はそっちだよ。たまたまたくまちゃんありがとう。いいちゃん強烈に好きですって。わいよ、そうよ、強烈に、強烈に好きか、本当に。ごめんなさい、初見ですでじゃないでしょ。今どうやってメール返しすぎた、嬉しい、ほんと。サルさんありがとう。ショウさんありがとう。5歳です。うん、絶対5歳だけはなくて。絶対5歳だけはなくて。おもろい、悲しいんじゃ、かわいい、嬉しい。悲しくない、なんかない、あるだろ。確かにピピス着ていこうかな。来て。アンケートしないよ。延期ネイル上げてしまい、すいません。なんでよ、上げていいじゃん。上げてください。アンケートはショック受けるかいかんぞ。そうなの。10代、ちっちゃい子とかにもちょっと好かれたいですよね。ちっちゃい小学生くらいの子とかついてくれたりとかしないかと。なんか2月1の子娘じゃないのかな。なんかってティーちゃん誕生日近い日だから。あー、確かにね、2月11誕生日近いね。確かに、でも言うて2週間経ってんだよな。でも直接で言うってなったらそこだよね。ぜひぜひ、じゃあ、全部私はお得っていうか、全部お気に入り、全部来てほしいので、もうここに絶対来てください、全部来てくださいって感じですけど、まあ誕生日2月11日は近いので、ね、まあ来てください。まあ終わってますけどね、2週間ぐらい。2020年は楽しいです。本当に言ってる、それ絶対本当、本当。
4歳です。昔推しに読み間違えた、おもろい、よいさんを4歳です、これから 4歳って呼ぼうか、4歳さんって全然違うやん最初の4歳全然ちゃう、実年齢より若く見えてると思い込んでいるか、わかんないよ結局年なんて言われないと、皆さん赤さんのイメージしますよね、今日あの人男女比男性の方が多いでしょ、シティ自体ね男性の方がいいと思います女の子のファンももっともっと増えて大丈夫ですよどっちも増えてください、女の人も男性の方も増えてください、まだまだ募集中です、ファンの方募集中です、たまいらさくまちゃんありがとう、やば、ジュースか水飲みたい、やばい、ジュースか水飲みたい、今水っていうかお茶飲みたい、やばい、ジュースか水飲み、ジュースかお茶飲みたいけんゼリー食べることにする、え、喉乾いて死にそう、ゼリー食べよう、クーのゼリーだとジュースを飲んでる気持ちになるかな、イコールジュースじゃね、寒いな、おめでさくまちゃんありがとう、アイクスさんいそうだから疲れそうだけどアイクスさんとかいそうでしょ、よく言われるでも美味しく見せるので泉さんの下辺でパクだけパクリしちゃえっとなっている、今8歳絶対嘘だろって歳なんて関係ないよって言って、うん、歳なんて関係ありません、みんな好きになってください、分かりなくした通称申し込んだ、申し込んでください、母ちゃん何歳で、もう皆さん精神もう年下げするのはやめてください、7歳とか5歳で絶対ないからほんとはお茶かジュース飲みたい、今から買いに行こうかと思うぐらいだった今、茶飲みたい、本日のゼリーはプルンプルンクーです、もうほぼジュースですね、飲み物的なやつがこれしかなかった、水以外となるとね、野菜ジュースもあるんですけど冷たくないと私は飲めないので、家だから握手会申し込みが悩みすぎる、悩みそう、ループフルーツジュースはいいな、ひろしさんありがとう、アイドルさんからはだいぶ5歳低く見られてます、そうなの、ひろしさんありがとう、アイドルの会ファンでしょ、ありがとうございますシャナとかわいい、ありがとね、よしさんありがとう、今日の部屋の温度、あ、食べて、部屋の温度わからない、何もつけてない、あ、15度です、寒い、寒すぎる、後でお家帰りに行こうかな、ひろしさんありがとう、めんどくさくて買いに行かないんだけど、ちゃんとありがとう、三田さくまちゃんありがとう、バースありがとう、ひろさんありがとう、トメルさんありがとう、糖質、これ糖質なん、
糖質？糖質なの？うん、言ってなかった全然。何作覚えてますか？ムネさん、ハートありがとう。ダイエット始まったよ。でもね、昨日私鍋食べたじゃないですか。あのあとマジでお腹苦しくて、あのあともなんかね、食べた感じが残ってて、なんか食べんならよかったと思いましたね、鍋全部。でも確実にあれですよ、確実にあれして、絶対あれしようと思って。だって選択肢、水道水っていう選択肢はないです。水道水は私飲めない、水道水は飲めないんです。私お水あるんよ、でもお水を飲みたい気持ちにならなくて。そう、ロシさん、くまちゃん、ありがとう。それなんとなくこのでそう寒いよ、15度、美味しいよ。エイさん、ありがとう。仕事やっぱりね、お茶買いに行くのは暖房入れた方が。暖房入れません、暖房入れない。私はね、毎年、毎年っていうか、なんだっけ、響は結構ちっちゃい時っていうか、高校生の時か、高校生の時とか、20% になってた。よしさん、連覇してありがとう。そう、それでね、お話の続きなんだけど、あの高校生の時とか、自分の部屋、一人部屋がなんか一人部屋の時に、私の部屋だけ暖房がついてないやつ、冷房のなんか昔のあの何、エアコンで冷房しかつかないエアコンだったの。だから冷房夏とかはめっちゃ涼しいんよ、そこの部屋だけど、もう冬になると暖房つかないエアコンだからめっちゃ寒くて、そう、めっちゃ寒くてやばかったんだけど、そこが自分の部屋だからさ、何も暖房もなく過ごしてたから、そう、そう過ごせてたから、だから賞味暖房つけんくっても生きていける。電気毛布今あるしね、電気毛布あるし、もう辛いな、寒いなと思うのはもうずっと寒いんですけど、でもなんか毎年毎年寒くなってってる気がする。今も寒いけど、まあ、暑いのよりまだマシかな、確かにな。よりさくまちゃん、ありがとう。いや、いても、痛かけが手放しくなったからって、ほんまにそう。電子レンジ開発する回路がおすすめ。そうなの、暖房入れたいけどね、なんかめんどくさくて入れてない、高いし。正直で言えば勘弁、確かに自然で上で見られるのが悲しいよね。あれ、オグリン結局私会ってたそう、作りすぎたわけじゃないけど、9時以降はなるべく食べたらいけないって言いますね。でもなんか9時以降食べないとかが一番いいらしい
でも6時以降食べないとかがいいらしいけど、結局響とか響たちのお仕事ってなんか結構響たちはレッスンが夜にやること、夜まであることばっかなので、レッスンの時とか食べられないから9時以降になるんだよね絶対そう、でもレッスン終わってからご飯食べないっていう選択肢はない。確実にもう疲れすぎて、疲れすぎて寝たいってはなりますけど、どうせ配信するからそうなると寝れないんだよね。そう、配信するってなるとお腹すくから食べちゃう暖房嫌いのこたつた市民ことはいい、お、いいですね、いいよね、いいよね、こたつね、ひぶきもこたつ欲しいなそう、クーラーめっちゃやつねえ、ユニ厳しいエアコンです。そうよ、グリーンクマちゃんありがとう。寒くていびきがふぶふぶふぶきって言ってた。風邪ひくより暖房つけた方がいい。まあね、でもね、電気毛布で結構響きはいけてる。夜は私ね、家電に好かれません。うん、全然好かれんとかじゃない、もう部屋がねもともとだったから。響きの部屋のやつだけなんか古いやつをまだ残してたみたいで、そう寒いとか、そう暖房あんまつけんでもね、つけないな。ミリさんと一緒、ほんとあんまりつけんで大丈夫だよね。でもね寒いよやっぱ。ズーショッターのサインだけもしか、全申し、うん、全会場申し込みみたい。嬉しい、ありがとう、嬉しい。とりあえずズーショッターのサインはさ絶対的に握手できるんだよね、嬉しい。寒さは若さ、ネギでも対応できる。そうなんよ、若さは力、ありがとう。あれ私34、あれもうなんかそこら辺で響きも間違えた気がする。こないだガッタツ出してるとこ立ち寝ちゃうからあえて出さないで。うん、それはマジでそうだと思う。マジでこたつあるとね、こたつから出れないし、そこで寝ちゃうし、絶対寝た方がいいと思う。そう、だからこたつ買わないんですよ私は。もう私絶対的にソファーがあったらソファーで寝ちゃうし、だから結局でもね、こう私最近寒くてソファーっていうかベッドいるんですけど、ベッドにいるとやっぱ寝ちゃいますね。寝ちゃうからあんま良くないのもありますけど、ベッドに寝ることは悪いことじゃないけど、昼間とかに寝ちゃうからね最近昼寝とかしてないな、ずっとレッスンいるから昼寝がしてなくて。若さわかる、ありがとう。レイさん寝ました、ありがとう。食べるときに、そう頑張ってる。うん、ちょっと使わないから開けたい、欲しい。疲れてご飯食べずに寝るタイプが一番でしょ。そう、私はご飯食べないと気が済まないたまに言うと奇跡で、もうどこでも綺麗じゃない。風邪ひかないに、ひかないようにするよ。広島、ジャパン広島やったかい、わかんない。お手伝い最高、わ、いいな。前の話し会もすごいに見られたごめんちゃいな。夏で食べる鍋とかいいけどな。うわ、最高だね、最高だね。うわ、そうなってくると欲しくなるやん。やめてくれやめてくれ、こたつを欲しがらせるのは絶対やめてくれソファーで寝るの？ソファーで寝ちゃうよ、普通に普通に寝ちゃう。響きはチュンチュンチュン、そんなこんなわけでちょっとジタバタとめくり合い、いやよダメよくんずぐれつで華々しく恋してう夏の女はでか早すぎるしさら、ずるずる
トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 なんだっけ、こたつ、うん、たまり場やけこたつ入れる人いらんわ。あのこたつ買うとね、たまり場にほんまになりそうなので絶対です。でもさ、去年いちごんちがこたつあってみんなでぬくぬくしてたイメージがあります。いちごとノアとりさこと4人なんか入ってた記憶。あっても布団で試験寝てた。体のために素敵、偉いじゃん。チキ会の次の週の舞台に参加するよ。また響き合いし、うちはフリフリする。やってね、フリフリーって、フリフリしてね。みかん食べたい口、みかん食べたい、響きも食べたい。え、あのさ、あれだよね、マジ、あのなんだ、こたつってみかんって感じする。うわ、実家帰りたくなったな。ゆきが自分の名前を漢字で書けるようになったのな。18歳くらいですか。違いますよ、小学校だよ。ハッピーおうちでこそね、行きたい会社おうちでエアコンしか使えないこたつ使わない。うわ、いいね、確かに素敵。家族めちゃありがとう。ちなみに一応しがちでゴルフィーちゃんだけど、してありがとう。さっきね、お姉ちゃんがなんか LINE しとってき、LINE してきたんよ。七ラーベのなんかゴルフのやつが当たったらしくて、響きのやつブスすぎってきた、写真付きで。おいおい、わら。確かにかなりブスだな。確かにブサイクすぎる。どうしたらこんな顔になるんだ。そう、別にみかんとね、いいよね。アイス何がおすすめ。最近さ、アイスでも白熊バーかな、白熊アイスバーかな。やっぱ美味しい。アイスは全部おすすめだけど、最近これっていうアイスないですね。あ、抹茶のアイスとか、あのスーパーカップの抹茶のアイスとかはもう定番で好きです。はい、定番で好きです。明日からグラコロが始まりますね。グラコロが始まりますね。チャ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 じゃあ、そういうお姉さんも同じ曲がたくさんあるんですけど、ないです。さすがにお姉さんでもそれは気せる。おもろすぎ。そう、お姉ちゃんよく言いますから、何にしたくて甘くなるから。これ言ったことずるいよ。スーパーカップのクッキーバネだ好き。え、この間食べたよ私、東京行った時。ぶちさくめっちゃありがとう。美味しいよね、スーパーカップのやつね。1月生まれ良かったことありますか。ないです。別にないです。1月生まれ良かったこと、でも結構私、クリスマス、お正月、誕生日っていいこと尽くしがそこら辺に詰まってて悲しい。嬉しいですけど、嬉しいことがバンってなくなるから、そこから、だからやだ。中間に嬉しいことがないからやだ。久しぶりにロッテリアのリブサンド食べて美味しかった。リブサンドって何？初めて聞いた。ロッテリアあんま食べないんですよね。ブラコロ始まるか。じゃあ明日食べよう。食べません。ブラコロ食べたい。でも
グラコロ私毎年1回は食べてる記憶ですけどね。いや毎年は食べてないわ、ごめんなさい。絶対毎年は食べてない。結局お肉に目がいっちゃって結局グラコロ食べないかったりする人だった。私かなっぱこんばんは、ひーちゃんこんばんは、ゆいさんくまちゃんありがとう。だからのね、私はまた誕生日していっか。そう、そんな感じになるからやだでももう お正月ももう楽しみがなくなったので、もう全然大丈夫って感じもう正月も楽しみじゃなくなりました。大人になるって辛いですね。あ、大人になるってこういうことだわ。お正月にお年玉がもらえないこと一生子供が良かったって思います。今ならのこのパパだ、ありがとうくまちゃん。グラコロは毎年食べる派ですね。美味しいもんね。そうでもひーくん毎年は食べんのよね多分、分からんけど、まあ、結構食べてる時食べてるけど毎年は食べてない気がする。響きは美味しいよね。今年はもっとパワーアップするらしいね。ウサンドっていう細長のやつがあるのよ。あ、そうなんだ、美味しいのね。お年玉もらわないと。お年玉くださいお年玉くださいお年玉くださいうん、一回私は明らかはそうだよ。大丈夫。でも今の響きお年玉あげれるあれはないんですよ。悲しいね、それもそれで。響きのお年玉をはいあげるよって言えるぐらいになれる大人。これ美容師になってたら私絶対お年玉あげる側になってたと思うんですけど、ちょっと今ねちょっとそういう余裕がないのでね。ほんとお子ちゃんたちのお年玉用意しました。ないですやりたいですけど結構本当にないんだよね。私も代わりに手紙をくれ、ちょっと違うかいや、ほんとにユキの私の受ける男子を昇格した時はプレゼント昇格してませんか。ユキさんまだ私はもらってる。え、そうなの。もうもらえないそう、もうもらえないんだ。もうなんかどんどん家族がやっぱ減っていくので辛いです俺は立場だけどあげたい、あげください一緒ください。なんか大人になるとすごいなんだろう、親戚ちっちゃい頃ってすごいたくさん親戚がいたりとかじいちゃんばあちゃんがいたりとかしてたんですけど、もう今はねがすごく悲しい気持ちになるんだよね。講座文化を教えてくれたら振り込みます。あーぜひぜひおもろすぎ。年玉握手会でもいいでしょうか。あ、いいですね受けないけど大丈夫。いただいたら年玉あげる側になる。うん、そうそう、うん、年玉あげてね。ありません。中幸の旦那さん、くまちゃんありがとう。ガリーブと元気あげてください。確かに今なんで金欠アイドル。そうですよ、金欠アイドルから一生抜け出せない気がしてます。私なさん、くまちゃんありがとう。おいこさん、くまちゃんありがとう。お互い仕事になりました。簡単も仕事、私と余ってます。もう私と余ってます。私もやっからさ、くまちゃんありがとう。あげてゲレもあげてください。ほんとあげてください正月に吉とかちょっと私のも大量ゲットできるのに。うん、そういうのあるよね。前はそうだった気がする。前は身内だけでもすっごい、身内っていうかもう本当に家にいる人だけでも、私のお家って大家族だったんですよ。響きのお家に11人ぐらい住んでて、うん、なんかいつの間にかもう半分ぐらいなくなっちゃった。コロさん、くまちゃんありがとう。ニコ
こまちゃんありがとう。じゃあましてこんばんは。そう大家族だったんですよね。そう大忙しでもね、引っ越しやらなんやらしてたりとかするので、うんうん、それ豪邸じゃないんですよ。豪邸じゃない、めっちゃ豪邸じゃない。そう11人どんな構成、11人、だって3家族同じところに住んでたので、ちゃんとこう響きはお引越しして、響きがもともと住んでたところからばあちゃん家に、ばあちゃんとじいちゃんのところにお引越しして、そう引越しして、いろいろあって、そうお引越ししてね、あそこですよ、なんだっけ、おばあちゃんとじいちゃんのうちに、小学校4年生ぐらいかな、4年生ぐらい、近所にもたくさん、うん、いない、そう、家族、そう遊びに来ました、ありがとう。春日のお家は本当にそんなに大きくないですよ。そうで、おばあちゃんとじいちゃん家にお引越しして、小学校ぐらいの時にね、そう引っ越ししてから、お姉ちゃん、うん、そっから響はばあちゃん家にずっと住んでたんですけど、響何してたかな、何家族がいるんだ、お姉ちゃん家族と、もう一人のお姉ちゃんと、ママとばあちゃんとじいちゃんと、で子供たち4人とぐらいで住んでたので、まあそうですね、お姉ちゃん旦那さんととか、なんかそうそんな感じだったので多かったんですけど、こんなん無理にちょっとして紹介できません、多かったですけど、やっぱね大人になるとね変わりますね。開催は2月どうなってるか分からないか、申し込みしますか、申し込みしてください。ウィリーさん、くまちゃんありがとう。今日も年会初対話まだですか。ないです。だからお正月とかもね、多分もう人が少ないからね、だから毎日にぎやか、うん、毎日にぎやかだったね、めっちゃにぎやかだった、毎日がにぎやか生活だった、今思ったらすごい楽しいですね、にぎやかですっごい、お正月がなくてもにぎやか、そうお正月なくてもにぎやかだった、お正月になるともっと親戚が来たりとか近所の人が来たりとかしてたので、めっちゃ賑やかだったんですけど、そうどんどんね近所付き合いもなくなっちゃうんですよね。富田くめちゃんありがとう。うんうんうん、私のために撮影してくれた瀬戸の海のシーン綺麗だった、綺麗だったでしょう。綺麗が、家の右でかそう、机がねこう3つこうでっかいのがあったりしたよ。じゃあ一人でもにぎやかな感じがします。確かに全員なんだろう、親戚来た時私めっちゃ踊ってたよ。充電が 10% だ、そう響きは親戚来た時とかにぎやかだったね、響き自体も。
ろんなの真似してて踊ったりとかふざけたりしてまして、イエーイみたいな感じでした。一番前からコメントありがとう、ともひろさんコメントありがとう、歴史の中で見たいね、よかったでしょう。アイドルアタッカー年会開催します、秘密との推薦します、してください。じゃあ皆さんグーグーありがとう、部屋もたくさんあるの、そんななかったけどね。おかえり、ただいま、毎回さくまちありがとう。今年冬は毎年話してます、うん、毎年行ってないです、近いから行かない、全然。ソロコンサートですか、ソロコンサート、そうしてましたよそう、毎回さくまちありがとう。でもちっちゃい子がたくさんいたのでちっちゃい子と一緒にやってました。いかにイメージそうよ、毎回さくまちありがとう、ゆうさくまちハットありがとう、それは響きの配信の分ました、わいこさんくまちゃんありがとう、ひきろさんこそう、わいこさんくまちゃんありがとう、きょう先生ラビュー。そういえば歌おうと思ってたのにさ、充電 10% だったらできないじゃんね。どこのガスケの浜田響き、ファン年会の開催はまだですか、まだですできないよ、たかどの多分。ルパーさんありがとう、くやまなきさくまちゃんありがとう、うんうん、ちっちゃい高うどん食べたい、今めっちゃ高うどんの口になった、充電常にミリタイプ、うん、この携帯だけかな、この携帯はミリタイプだね、この携帯はもう古くなってきたので、どんどん。みーちゃん夜景見るのも好き、めっちゃ好き、自然に触れたいです。今借り物のみーちゃんたちつっちゃんとひちゃんってイメージです、そうそうではないですよ。なんでもしょとさくまちゃんありがとう、さとぴさんくまちゃんありがとう、ぬいさんじいちゃんありがとう、あんま食べたい、あのいっぱいカレーの食べたい、おいしいよね、食べたいですよ、うんうん、うんうんうん、やっぱ私最近ビーフンはハマってるんですよね、ビーフン、自然に触れたい、そう自然に触れたい、そう夜景とかなんか空気がいいとこに行きたいですね、最近はすっごいなんか、食べたらうんじゅうすめ、そう美味しいよね、カレー丼最高にうまいんですよ、やばい、お茶をお茶とかジュースを飲みたい、あれが止まらない、福井県長崎当分帰らない、そうそう、当分帰れないと思う。大吉さんめっちゃありがとう、次第で空気はどう、え、いいけどなんかなんだろう、夜景とかのところで空気を吸いたいって感じなのかね、緑で感情、空気を吸いたいって感じですね。うんまあは。わいこさんくまちゃんありがとう、ねこくまちゃんありがとう、そのまた来たい、私も行きたい、神戸と広島通車とサイン会もしてました、ありがとう、ありがとうね、皆さん絶対に絶対にお越しください、クククククククなんかめっちゃ綺麗、携帯圏外、私も圏外になりそう、てか目代わり終わっちゃうじゃん、書いてないんですけど、書いてないんですけど、
田舎暮らしがいい、どうだろうね、わかんないな。まるちゃん、くまちゃん、ありがとう。明日もね、出てもいくもん。第二、高賀屋さん、結婚してありがとう。しません、しません。お茶飲みたい、お茶飲みたい、お茶飲みたい、お茶飲みたい。お茶は家は家にお茶を常備してないんでね。神戸楽しみで、神戸好きな街で少し住んでたから、ついに観光できるよ。お、いいじゃん、ステッチ。おいかさん、くまちゃん、ありがとう。神戸なんやなと思って。神戸ってなあれなのかな、珍しいのかな。あの西部観光大使でいろいろと新しいこと知り始めてるか、そういえばいつ行こうかしら。行きましょう、行きましょう。まやこさん、こまちゃん、ありがとう。ちっちゃーだ、綺麗。全然綺麗じゃない、まったく綺麗じゃないです。本茶でいい、本茶好き。お茶あやたか好きなんですよね私。本茶も好きだし、あやたかも好きだし。うわ、どっちも飲みたい気持ち。ほうじ茶もあやたかも飲みたい。うわー、見たい。でも全然常備してない。そう、水はあるよ、ここに水はあるんですけど。これも綺麗、嬉しい。めっちゃ水も美味しいな。マルシティのパック作ってます、作ってます。うわ、いいね。私ルジェボして飲めないんだよね。それでは、でもまさかやけん、神戸初、そうだよね、思いました、初だなと。いや、お茶飲みたい。なんかお、なんかね、今水飲んだらお茶を感じた。うちがお茶の味に なりすぎてる。飲んでないけど、で飲むの憧れしない、してるけど水しか買ってないので、お茶はない。お茶は常に飲まないから、大抵お水で過ごしているからさ。そうなんですよ。ツッツルツッルルル。そう、コアラのマーチのさ、名前のやつあるやん、あれ浜田入っとってさ。そうそうそう、まねくみさん、本当ありがとう。こんちゃ、あ、こんちゃ好き。私こんちゃ飲んだことないよ、気になるんだよね。こんちゃってどんな味、コーンの味する。神戸の口かよ、大阪からとちょっと不便かも。確かにね、ちょっとね、不便そう。なりやなり、麦茶パックあげたいとき、確かに麦茶めっちゃね、いいよね。ゾンネコさん、くまちゃん、ありがとう。ブリーズ、くまちゃん、ありがとう。サブサブルさん、こんばん、こんばんは、こんばんは。うんふ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 ん、こんちゃん、香ばしくて美味しい。なんか美味しそうだな、なんかなんか今ね、口の中でこんちゃを、なんだろう、考えてコーン茶を感じてます。今コーン茶コーンすぎて苦手。あ、そうなんだ、苦手な人はいるよね。コアラマイちゃん、前もあった、あった、あったの。
あら、本当だ。司会権ね。新は大丈夫ですか？大丈夫かな？宣伝してたらラーメンフェスタ行ってない、行ってないよ。行きたかったよ。でもお高いね、ちょっと。すごい、本当だ。めっちゃ速報出てきてる。皆さん気をつけてくださいね。抹茶ラテにハマってる。うわ、いいね。抹茶ラテ美味しいよね。バカ言ってるよ。楽天とかアゾンとかダメしようってね。でもコーンじゃね、多分響きって飲めない気がするんだよね。どうだろう、美味しそうだけどね。そう、自信みたいです。気をつけてね。ガムガルぐらいいると。そうなの、本当気をつけてよ。好きなラーメンは、好きなラーメン、好きなラーメンは、好きな、好きなラーメン、好きなラーメンは豚骨が一番好きですかね、多分。豚骨おすすめ。普通がバリうまい。うまいよね、ジャンボンって。ラーメンとは違うのか。え、全然違うよ、全然違うよ。うちなかったら具材あたりに入ればいい。買ってくんないよ。ラーメンはやっぱ美味しいよね。ラーメンはすっごく美味しいだと思います。ラーメン美味しい。ラーメンの好きな具は？ラーメンの好きな具？麺。ラーメンの好きな具？麺。麺です。はい、麺です。まいこさん、くまちゃん、ありがとう。麺つゆメンバーといえば誰ですか？うん、わかんない。もうみんな言いすぎた方便わからん。ラーメン美味しいよ。まいこさん、ありがとう。最近寒いけんラーメン美味しい。おめおめおラーメンは常に美味しい。新横浜のラーメン博物館行ったことある？ない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 です。行かないじゃん。そうよ、ラーメン大好きですかね。大好きですから。リーダーのさくまちゃん、ありがとう。
さくまちゃん、ありがとう、ありがとう。たたんだ線のようにちゃんちゃん、ラーメンがパラダイス世帯よ、ラーメン好きな、そうなの、たくさん食べれるってこと。私ラーメンスタジアムにしか行ったことない、福岡。でもさ、言うてそんな食べれないからさラーメンがたくさんあってもさラーメン好きなキャラのラーメンスタジアムってことは、うん、行ったことあるよ。細麺派、太麺派、縮れ麺派、そのものによる、ラーメンによる。辛ラーメンとかの麺は絶対あのもちもちが美味しいし、普通のラーメン屋さんだと一番細麺が好きですかね。じゃあチュールっていつもいるし、なんなんシチュール、サッチがシチュールって言ってるイメージないんだけど、わかんない。煮卵と半熟卵どっちが好き？ラーメンに入ってんのは煮卵が好きかな、わかんない。でもあんまりラーメンに卵あんまり必要としないんだよね私思った最近。油そばだと半熟卵乗ってるのがいいなと思いますけど、普通のラーメンだったら別卵いらないかもって思ってきた最近。青なぎさくまちゃん、ありがとう。あ、小さいサイズブルからはしごできるのだ。あ、いいねそれ、いいな。いろんなねラーメンを食べ比べて素敵だね。そこで食レポとかも練習できそうだねいつかご飯食べるっていう食レポの仕事ができた時ラーメンはグッズかは昭和の街並みが素晴らしい。よしよしめラーメンさん、広島でおすすめはまだね行ってないんだよね。そんなたくさん、私はコツコツ丁寧に一生行きたいなって最近すっごい思ってるんですけど、いつもあの行きたいって思うとき空いてなくて行けないかついこうちゃんはめっちゃ美味しかったです。ドゥドゥルユニーク行ったら冷麺頼むタイプでしょう。頼みません、冷麺食べたことないんだよね。夏並みいいんや、卵はつける？いや前ねつけたんだよね。でもねなんかね食べんか、あんまり食べなかったんだよね。でも美味しいけどね、美味しいけどね。そう、ふみちラーメンの背脂がうまい。あ、そうなんだ。この間ライライって食べましたけど美味しかったですよ。うどんには卵いるわ。あー、そうなの。ラーメン、麺とスープだけでいいと思ってる。うん、ひびきも麺とスープだけでもういいって思うタイプかも。どちらかといえばラーメンは、まあ具乗ってる方がなんかお得感ありますけど、まあラーメンは私は麺が一番好きなので。いや、する汁も好きだな。汁もマサブロさんありがとう。タンタン麺なら卵あった方がいいの。タンタン麺は食べないな。タモサブロさんありがとう。以上行けたことある、食べたことある。じゃあクリマツさん行けた、行ってないんですよ、行ってません。タモサブロさんありがとう。煮込みうどん好きだけど人は好き、好き好き、煮込みうどん美味しい。でもね 2,3 回しか食べたことないかも。好きなラーメンの友は焼き飯、餃子、唐揚げ、全部それ全部、それ全部好きです。そう気分ですかね。大抵どっちも、その3つとも頼みたいと思いますね。私全部頼みたいって思っちゃうタイプです。はいその時にやります。こっちのねんじゃんとひーちゃん待ってるよ。宣伝したできたからね、言ってたね。ちょ、恥ずかしくていけんのよなんか結構言ってるからさ麺美味しいの食べてみたいんだよね。シャーフお金向けどこが美味しいとかわかんない。私はね3つぐらいしか行ったことがないからわかんない。でもやっぱお店によって全然味違うなと思いました。この間いかくんさくまちゃんありがとう。よいさん結婚してありがとう。
ありがとう。ゆりさん、コメントありがとう。ナイトスープ、塩ご飯美味しい。ね、美味しいよね。テレキが好きなのはたまに天下一品行く。で、天下一品は私、広島に来て、2回目のラーメン屋さんに行きました。広島に来て私ラーメン屋さんなんどこ行ったんやろ、 6個ぐらい行きましたかね、どこ忘れたけど。結構食べる、そう結構食べるよ。今を楽しめてラーメン屋さんが美味しい。二郎系いいね、二郎系食べたい食べたいだー。ティンのレーザーシティーズアイスベッカーとテレビ切ってもしてくれてた。嬉しい。だってね、がっつりこうちゃんのお店行った時に、1回目に行った時にもうそこでも気づいてくれくださったからすごいよね。普通に私いちごと2人で行ってアイドルってことを何も言わず帰ろうとしたんですよ。美味しかったって言って帰ろうとして、さあなんかアイドルさんとかなんかやってるのみたいに言われて、やってますみたいなだってそう、なんかアイドルやってるの、あ、STU です、あ、STU さんみたいに言われて、そう、なんで気づいたんだろうと思ってびっくりしたのを覚えてますね。で、2回目行った時も多分アイドルさんみたいなことを言われて、そう、気づいていただいて、そうそう、1回目もお茶いただいて、2回目もお茶いただきました。嬉しかった。クリムナギさん、クマちゃんありがとう。かわいいからほんと、だって1回目とかほんまに1回目行った時は私なんだっけ、アーシャの写真を撮りに行って、時間がいい、ちょうど良かったから行けると思って行ったんですよ。だから服装もなんかいつも通りなんかトレーナーとズボンだったんですけど、サインはね書けないんで、書きたいけどね、書きたいけどお仕事で行ったとかじゃないから書けなくて。ユキの月で、なんでユキの月でって言ってよかった、ダメです、絶対ダメです。もし一生懸命なかった今頃何してたと思いますか。美容師してたじゃないですかね。美容師してたか、アイドルを諦められず何かオーディションしてたかもしれない。どうだろう、私諦めが悪いので、諦めが悪いので STU にもし受かってなかったらもうその時美容師蹴ってるんで、一応ね、いや蹴ってないか、ギリいけるとこだったのかな、どうだろう。もうなんか自分の中ではもう STU 受けてて、もう最終まで行ってなんか残ってそこで落ちたってなったら、多分響は炎が消えないので、諦められないって多分火がついちゃうから、多分アイドルなんか受けてたんじゃないかなって思う。美容師もねしたかったですけど、まあその時はもうアイドルっていう頭しかなくて、仕事以外でサイン書けない、そう、お仕事以外ではサイン書けないの。お仕事以外、お仕事の時以外は書けないね、サイン。そう、怒られちゃう。ってくれたらいつでも一とか「愛する」って言ってたそうなの。でも自分から言うのはちょっと嫌なんでね、恥ずかしくて。かっけえ、やがてなメール、いいじゃんダンス好き、ダンス好きって言ってた。ほんと、クロクロさんのメール取りたいんだよなねえ、でさこまちゃんありがとう。さっき浜田響き呼びしなくなった、寂しい最近響きって呼んでる、クロさん、ふざけない格が待っていたんだ。そう、そうだよね、変装してなかった、うん、変装しない。だって広島でそんな歯の人に声かけられることないし、変装してたらなんかね、変装しないかな。普通にメイクとかしなかったら、まあメイクとか何もしなくても普通に変装しないですけど、もうガチすっぴんで、もう髪の毛もやばい時は帽子かぶってるから、なんか変装してますみたいになるかもしれないけど、普通に顔がブサイクなので帽子してるって感じ。
じゃあ何しゃんのレンガの反射感動だだな。それでより好きになった機会ね、言ってたね。ねっこ、こまちゃんありがとう。なりさ、こまちゃんありがとう。ともひろさ、こまちゃんありがとう。だって声かけなすくそうだよ。もしてかサングラスつけたら余計に目立っちゃう。うん、確かにサングラスつけたら目立つでしょ。なんかつつつ、だって私喋りかけられても大丈夫な人なんで変装とかしないです。異様に今日は喉が渇く日です。レッスンしてる時にもう喉が渇きすぎて、うー喉が渇いた渇いたってしました。最近乾燥すごいですかね。顔もなんかパキパキだし、なんか口もパキパキだし、最近パキパキするなと思います。喉が鳴る、ご自身のサイン忘れてネタで探すことがないの知識そう前ね、前ほんと1年前、うん、まあ約1年前ぐらい、サインをあんまり書く機会がなさすぎてサイン忘れてた一瞬そうマジ忘れてた。なんかさ途中からよくサインを書き出すようになってたので、そう最近はよくサイン書くこと多くなったから忘れないですけど、ちょっとねやっぱ初期の頃とかあんまサイン書く機会がなくて、そうお便りの感想やばいよね、わかる。忘れるのもそう忘れちゃったんよ。自分もね忘れたくなかったんやけど忘れましたね。最初のキャッチフレーズ覚えてますか？覚えてないです。みんなひーちゃんに違うわこれ今のは私の名前は響きって感じだったと思います。忘れましたけど、ちめくとひーちゃんすれ違ったらとかまできちっとした連れにいる。おいいじゃん、ひーちゃんうちらが見つける世界線になくて悲しい。いつか見つけてくださいよ。いつかいつかあるでしょないかな、ないか。よく私はねそこら辺歩いてますから覚えてないですやっぱり。そう覚えてないです、普通に。だって最初キャッチフレーズとか披露したの私1回か2回ぐらいですよ。覚えてないよ。そこからねなんか1回瀬戸チャレで1回やって、瀬戸チャレの時その時だけのためにキャッチフレーズ考えて、そうだからもう結構あれ適当に考えてしまったので、あれからもちょっと変わって、そう分かんないですね何だったか。今のはみんなひーちゃんにひーけーです。はい、もう素敵、これめっちゃ好き、マジでこれめっちゃいい、マジでいい、ハッシュタグと一緒で素敵ちゃんの時そうだよ、てつちゃんの時全然顔違うよね。後ろも見かけたりしますそうですよ。じゃあねたまにが見てる、うわそうなの、見てこれマジね、ほんまにこれマジでいい。うんうんうん、バンさんハートありがとう。カラオケできそう、覚えやすい、叫びやすい、ほんまにそれな。いいよねこのキャッチフレーズ、素敵。グラマチコに来た人は意見キャッチフレーズ言ってません。どうして私のアマドのアマドこんなに画数多いんだと分かることある？え、はい、あります。私の名前は全部画数が多くて、タ以外、ハマダのダ以外は画数が多くて最初嫌いでしたね。ちなみにプロフィール音源普通に喋ってた。そうだよ、めっちゃハマダ響ですみたいな、はいみたいな負けたみたいな、あれめっちゃ私多分一番いいと思いますよ、あの七並べの声。いやどうかな、分からんけど、あの七並べの声マジで響きいいって言われましたからね、撮ってる時に。ジャックキャップが吠えた、うちそう確かに、なんでだろうね。あきさん、くまちゃんありがとうね、くまるパパありがとう、手紙よく書いてから正しく書ける、素敵ふふふ。あきさん、くまちゃんありがとう。なんかカラオケないかな、歌う曲。
なんかないかな。なんかない？カラオケ。ライバーの。あ、見て、目茶色くない？なんかちょっと茶色くない？ちょっと茶色いよね、これ見たら。これ見て見て。ふくんがるゲーム音声、たまにすごい落ちてる声の人見る。ね、面白いよね。これは、私は結構ね、もう全力でやりましたね、あれ。練習して楽曲練習でもどう？確かに風を待つかな。じゃあ風を待つで下手なんですけど聞いてください。これ二つ聞きとっとさ、しとるとさ、ちょっとあー後から聞こえるからこっち外しとこうやっぱ。思い出せない。すぐ消えてしまって、切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいないよ。風を待とう。この岬でもう少しで春は来るはず。青い海に日差しが跳ねて、君を乗せた船が近づくよ。 I can't love you、 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても I wanna see again、 ただ会いたくてそれが恋と気づいた。ほうたたんだ破線のように、僕は何もできず凪の中にいた。やりたいことを見つけて都会へ行った。君は元気か、夢は僕はやっと君に言えるんだ。 I can't stop loving you、 溢れる気持ちどう話せば伝わるだろう。 I wanna hold you up、 抱きしめたいよ。 波のように切ない願いを、 マイク持ちたい。じゃん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 。ああやがって風が吹いてくるまで、一瞬僕は桟橋に立って君を待っていよう。風を待とう。この岬でもう少しで春は来るはず。青い海に日差しが跳ねて、君が乗せた船が近づくよ。 I can't stop loving you、 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても I wanna see again、 ただ会いたくてそれが恋と気づいて今から。ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとう、まさゆきさんありがとう、にこちゃんありがとう、嬉しい、聞いてくれてありがとう。難しかったね。じゃあうまい、嬉しい、ありがとう、嬉しすぎ、嬉しい。にゃんちゃんなんかあるかな、他。うーん、うんうんうん、あ、暗闇にしようっと。じゃあ次は暗闇に。風待つの映画はこれでもう大丈夫ですな。え、結構大丈夫になってきたよね。ちょっとこのところ怪しいけど、ありがとうね、みんなありがとう。じゃあ暗闇聞いてください。太陽は水平線の彼方を目指して、ある駅から落下する夕暮れに、何かをやり残してるような悔いはないのか、僕はまだ帰りたくない。やりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになっている日々。あの空とこの海がほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。やるせない孤独の時、泣き言を誰に言えばいい。夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。生きる山でいたい、次の朝がやってくるまでに、今持ってるものは捨てよう。丸裸になって気づくだろう、暗闇のその中で目を凝らしてみれば何かが見えてくる。宇宙の手で誰かに見られている知識、どこかへ消えて光を知っているのか、僕は始まってもいない。欲しいものいらないもの見境つかなくて、手を伸ばしてしまう若さはいつも強欲だ。大人とはその分別があることというなら、永遠に大人になんかなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ今いる場所がわからない。夜よ僕に歌わせるなよ、想像だけど愛の世界は都合のいい思いやりばかりで説得力がない。
苦しすぎてちょっと外で歌ったら苦しくなかった。こう顔を見せるとね苦しそうなんで見せないね。ありがとう。なんかちょっと鼻詰まってる感じの声するね。あんま良くない。なんかね鼻声っていうか鼻が詰まっ声が詰まってるみたいな、うんみたいな声になってる。ありがとうありがとう嬉しい。なんかないかな AKB さんね。なんかうーんふふふふふ。ねねぴーさんいいね。ねねぴーさんなんかあるかな。あーないのか。あったわ好きだ虫。あでも好きだ虫最初歌えないんだよね。ひみき決勝入ってたよ。決勝はね私ね歌えないんだよね。好きだ虫好きだ虫私さ自分の歌りじゃないとこちょっと完全には歌えないんですけど大丈夫かな。ちょっと歌ってみたりしようか。最初のところ歌歌えないかもしれない。それにする
これ歌うの大変だな。恋をしたいって思ってるけど、ありがとう。パチ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 、ありがとうね、ありがとうね、ありがとうね。ありがとうございます。あ、大声ダイヤモンドとか歌っちゃおう。大声ダイヤモンド、喉痛いけど。
喉が やられそうです。苦しかったこれ。うん、なくなった、みじゅ。あー苦しかったですよ。あー楽しかったですけど苦しかったですね。この曲盛り上がるよね。ね、盛り上がるよね。でも苦しかった。一人じゃちょっとこれは歌えないね、苦しくて。これ一人じゃね、こう座って歌うのは辛いね。踊って歌う方がいいかもしれない。あー楽しかったですね。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。皆さんありがとう、ありがとう。歌聞いてくれて嬉しい、嬉しい。ありがとうございますよ。ありがとうね、ね、よかったよ、嬉しい。ありがとう、ありがとうね。だるまさんありがとうね、ありがとうね。嬉しみの舞だね。わいかさんありがとう、ほんとありがとう。ひーちゃんの歌聞けるよね、ちっさな、ほんまか。ほんま嬉しい、ありがとうね。みゆっていくまちありがとう。わいかさくんありがとう。難しいですね、難しいですよ。難しかった、ありがとうございます。歌声ほんとありがちょインクル。好きって言葉は最高さ、好きって言葉は最高さ。あ楽しかった、カラオケってステージだね。ステチだった、ステチだったよね。ちょっと待ってね。好きって言葉は最高さ、好きって言葉は最高さ。じゃん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 。ひちゃん歌声いい、ほんと。なんかでもなんか詰まってる感じで好きじゃないんだよね。感情を吐き出して今すぐ素直になれ。嬉しいな。うん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 。推しが反対にいたらペンライト変えたら最後の映像で推しが目の前に来て神になった思い出の曲。いやもろい、そういうことってあっちゃうよね、あっちゃうよね。うんうんうん。解析なら僕見きたい。あいいよ、いいですよ、僕見ね。じゃあ僕読みが最後にしようかな。うんうん。僕はこの海を眺めている。最後に歌います。人間関係得意な方じゃなくて一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜でも僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって喧騒が溢れてたとしても語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。
ばうつむいて歩いてた。自分だけが最悪だと自己嫌悪の日々だった。そう誰かに打ち明けられればいいけど、なぜだろう恥ずかしかったんだ。こんな風に自信のない心さらけ出すこと、生きるって息苦しいね、知らぬ間に無理してるんだ。どこかで予定伸ばして深呼吸しようか。大人になってしまってもこの海を眺めていたい。そう僕だけが知っている一番美しい場所で恋をしたら、その人だけ連れてきてあげたい。思い出がキラキラとずっと反射する。僕の友達よ。おるすぎる。あすぎて全然うまく歌えなかったけど、ありがとうございました。ありがとう。スヘタッピーな歌だったわ。うん、まあ、なんか最強で好き、嬉しい、ありがとう、ありがとうね、嬉しい嬉しい、そう言ってくれて嬉しいです、ありがとう、ありがとう。こちらラーメン天ぷらこんにゃく皿うどん、ありがとう、聞いてくれてありがとう。雑音みたいな感じでしたけど、ありがとうございました。嬉しいでしたわ。もう11時46分なの。早いね。早いですわ。あっという間だね。あっという間に、あっという間のゆうちゃんでしたね。テプコニクサラウドドンテッテのテって知ってますか。いちさん、あとありがとう、コメントありがとう。テプコニクサラウド食べません。そういうのを知らない、なんかゲームのやつで。キャットありがとう、ドメイツありがとう、コメントありがとうね、みんなありがとう、ありがとう。とこちらこそ知らないか。天ぷらこんにゃくサラード、うん、てってのてみたいなあったんですよ。どんなゲームだったか分からんけど、長崎でやってた。いいちゃんの配信だから家に先着いた。おお、お疲れ様。さまるさんとくまちゃんありがとう。いいちゃんが好き
なんもなかと思った。うん、好きなものじゃなくて、天ぷらこんにゃくサラダ、まあ好きだけど、ゲームみたいなやつ。ひーちゃんチェキマジかな。あ、ありがとう、タレンさん、ありがとう。知らない八号知らないんかーい。そう、私もな、何だったか忘れたけど、あったんですよ、そんな感じのやつが。何だったっけ、天ぷらこんにゃくサラうどん。調べたら出てきたりするかな。天ぷらこんにゃくサラうどん、裏表天ぷらこんにゃくサラうどんかな。はっ、で、うらら表で、天ぷらこんにゃくサラうやっぱ長崎に住んでるんですけどって書いてある。この人ちょっと違うけど、天ぷら、うーらが大もて、天ぷらこんにゃくサラうどん、てってのてみたいな。あ、そう、二手に分かれるときに、そう、二手に分かれるときにやってた、天ぷらこんにゃくサラうどん、てってのてみたいな感じなんですよ。今調べたらできたわ。ちょっと違うけど、グーパー、グーとパーで分かれましょうもありましたね。確かにグーとパーで分かれましょうもあったけど、うーらとおもて、天ぷらこんにゃくサラうどん、てってのてみたいな、そんな感じでした。そうよ、やっぱ長崎だよこれ。長崎でした、やっぱり。長崎って書いてあった、この人懐かしいな。なんかあとね、手遊びでなんかいろんなやつがあったんですよ。なんかね、幼稚園の頃に大根なんとかなんとか見て、ここをこうするやつがあったんですけど忘れた。長崎、佐世保限定かもしれない、本当。でも今長崎って書いてあった、この人。この人ヤフーのやつ書いてる人も長崎だった。長崎県、長崎に住んでる人だって。そう、にこぶたさくまちゃん、ありがとう。お子は長崎の人、そうだったみたい。知らないんか、やっぱ。まあその時によるよね、なんでそれが出てくるんやろうかね。そういうのあったりするよね。テーブラこんにゃくサラウドって言って。お、一押しガチャ始まったっすか。ガチっすか、ガチっすか。ちょっとやりますわ、一押しガチャやります。テーブラこんにゃくサラウド、いけないけど、いっちゃん嬉しいなった今思った。なってないよ、全然白くないよ。これ光よ、光、光。今お部屋のライト、この間までこっちにやったけん暗く感じたけど、これを光よ、多分。絶対そう、絶対そうだよ。全然白くなってない、悲しいことに。はい、推しガチャやります。ありがとうございます。これ見てて思う、え、見てても思う、マジ全然よ。ね、待って、この推しガチャはいらんのんけど。はね、え、浴衣の推しガチャとかマジで待ってないんだけど。浴衣推しガチャいらない、浴衣の推しガチャしか当たらんのんけど。ゴルフは全部はいらへんよ。わ、ちならべ、うん、浴衣いらない、浴衣全部持ってるからいらない、うん、浴衣いらない。ゴルフをね、全制覇したいんですよ私はね。いらない、本当にいらないんだけど。この前大学の学校それで持った、本当？うん、嬉しい。え、いらない、マジでいらない。浴衣いらない、本当にいらない。ほんまにいらなくてどうしよう。ほんまにいら
やもう引くのやめた。浴衣のひーちゃんはいらないんですよ。もう一回だけ。10、100、1000、10万、21万ありますね私は。もうゴルフはええって。いやゴルフええじゃない、間違った、ゴルフがいるんよ私は。私ゴルフがいるねんけど、ゴルフが出ないですね。ゴルフが出ない、ゴルフが出ないじゃないですか。ゴルフはまだあるよなきっと。皆さんありがとう。今は荒角祭かなり良かったねー、かなり良かったよね。荒角祭楽しかったな。荒角祭出たいですね。美観見たい、公園見て。そうゴルフの七連符のやつ欲しかったよ、全種類ね。そうなかった、一中出なかった、クククク悲しい、クククク悲しいだった、悲しいだったわ、ほんと悲しすぎた、あはははは、あはははは、ってあはははは、って感じです。こんばんは、ふうふうこさん、こんばんは。響き浴衣フルコンボしてる、俺に謝れ。響きも浴衣フルコンボしてるんよ、ほんま。ひーたんに仲良くなりたかったんだって言った後にひーちゃん、いや違いますよそれ、違いますよそれ、それ私にゆうなは先に仲良くなりたかったって言ったんですよ。ひびきに先に言ったんですけど、ひびきに先に言いましたよ。ひびきに先に言いましたからね、すごい時系列大事ですよ。ひびきと最初に仲良くなりたいって言って、なりたいって言ったんですよ。その後に言ってた、すごい大事、事件です大事だから、ひゆきひゆきに先言ってるから言うな。そうだよそうだよ、響きに先なんだから、普通に考えて全然全然時間が違うんですけど。ひゆきに先に言うの言ってるんだけど、チッチッチュー、チッチッチューチッチュー、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 お風呂入られた、お風呂入んな、お風呂入んな、入んな。レッスンで声大きかった、痛いね。何がどういうこと、これレッスンで声大きかった。私は大きくない方ですよ。でしたん、時の新幹線移動、いつだそれは。トゥ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 、ジャンズグマちゃんありがとう。握手会しに行くから待ってて、あと12月、髪染めた風呂がり、うわいいね。あ57分、もう57分か。じゃあ、ダンジョン読んでいきます。では13位、キクシャン、12位、シオナさん、11位、ネコ、10位、クマヤパパ、9位、オグリン、8位、ナカサッチの旦那さん、7位、ヨイさん、6位、ナメナベシュチョさん、5位、おあいこさん、あいこ、あ、間違えた、あいこさん、4位ぐんぐんぐいさん、3位ルパンさん、2位トメロさん、1位はジュジュンジュジュンジュジュンちなむやさんです。ありがとうございました、皆さんありがとう、ありがとうね、ありがとう、みんなみんな今日も配信見てくれてありがとうございました、ありがとうございました。ありがとうございました。もうそんな時間だよ、ほんとありがとうございました、ありがとうございました。11時から聞けてること嬉しい、ありがとう、聞いてくれてありがとう。じゃあみんなまた明日会いましょう、明日会いましょうね。うーん、喉大事に、ありがとう。
ありがとうございます。もう11月なんですね。私がゆうなんと仲良くなったのは9月なんですけど、もう1年2ヶ月ぐらい経ちましたね。ゆうなんと仲良くなりまして、はい、まさか仲良くなると思ってなかった。ゆうなんとすっごい仲良くなりまして、面白いでしたね。やっぱ面白いでしたね。でちくまちゃんありがとう。くまちゃんありがとうね。みんな1ヶ月前かと思った。違うよ。1年2ヶ月前ですかね。去年の9月に仲良くなってるので、面白いよね結構。あとひーちゃん仲良くなりたい。仲良くなろうね。もっともっと仲良くなろうね。返せるとゆうな、ひーゆうな、ひーちゃんのこと好きすぎると思う。仲良くなった。そう、好きすぎるよ。そうだよ、ゆうな、ひびきのこと好きすぎるよ。結構ガチで好きすぎるよきっと。みんなが思ってるよりひびきのこと好きだよ。ひーきの好きですけど、マウント取れます。これはマウント取れます。じゃあみんなバイバイ。